ニコちゃんとなんかある絡み、うん、わらわが本当にデビューする前にシーズの集いみたいなところで10秒ぐらい話したこと、うん、意外と少ないね。そうなんよ、ね、デビュー時期近いのにね。そうなんだよね、なかなか話す機会がなくて、うんうん、何笑ってんの何笑ってんだよ。いやなんかちょっとツイッターで一時期、はい、ね、あのね、その、はい、見ていただいて、いやあのねセンシティブな切り抜きを毎日と登録からちゃんと説明した方がいいんじゃない。そうですね、あのアンジェ・サトリーナさんのセンシティブな熱声まとめをマイリスト登録してしまいました。それがツイッターに出ました。え、うん、当時のニコニコ動画はサムネイルの右上を押すとマイリスト登録してしまうんですよ。したくなかったってことですか？あれ、したくなかったってことですか？いや、したくなかったというかめっちゃ答えずクリックがした気になるなと思って。私でもあれ本当にあれ見た時どっちどうしよう一回も絡んだことない。あ、なんで追消ししなかったっけ。男らしくないから追消しすると余計生々しく見えるからいろいろあって、はい、最後気持ち悪かったな。違いますって、日報のデータ話長くなるからな。これで結構割いちゃうから次行こう。もう逃げたな。いやいいから、まあ、長い。いろいろあったんすよね。もう収録時間押してんだっての。いろいろあったんす